どうも、クライムです。まずはチャンネル登録といいねボタンをお願いします。さて、今回はですね、安楽死についてフォーカスしてみたいと思います。皆さん、安楽死という言葉、よく耳にするとは思いますが、間違いなく日本ではこれは法制化されていないため、当然、医師が患者に対してこのような行為を行えば、間違いなくそれは違法であると。いうことになると思いますが、皆様どのようなイメージをこの言葉に抱いていらっしゃるでしょうか。かつて確かある医者が患者を安楽死させ逮捕された、そういったような報道があったような記憶がなんとなくあるという感じではないかと思います。安楽死なんて考えている人いるんだと、普通の方だね、そう考えるかもしれませんが、しかしやはりここにも書いてありますように、難病患者にとって非常に現状つらいという方々が早く楽になりたいとか、そういったことを考える、これもその人ではないとわからない、そういうことがあるかもしれません。しかし、社会としてはそういった方々を支えていく、そのような社会であるべきと考える方も多くいるはずです。今回ですね、私たまたまこのテレビ番組見ていました。すべてじゃないんですが、一部見ていました。これは TBS で、2024年今年の3月17日日曜日に報道していたと思われますが、私、ある場所で、たまたま、本当にこちらに今出ています。向田良子さんのところだけ、たまたま見たんですが、非常に衝撃を受けた。そんな記憶が残っています。この、報道特集について後ほど少し触れますけども、今回ですね、なんと、たまたまですけども、こちらの、参政党チャンネルの赤坂ニュースでガナハさんがまさにこの安楽死の件について力説されていましたので、一部触れておきたいと思います。端的に申し上げると、安楽死先進国と言われているカナダで今何が起こっているのか。私、そもそもカナダが安楽死先進国であるということも知りませんでした。先ほどのこちらの番組でも、解説していたんですが、今現在、世界では10カ国以上、安楽死が認められている国があるというふうに報道していたかと思います。もちろん日本はね、法制化されていませんけども、カナダがその先進国であるということを私も一切知りませんでした。後ほど出てきますけども、スイスやスペインも先進国ということになるのでしょうか。そしてこの度、このガナハさんが指摘していたのは、ここに書いてあります。カナダで父が娘の安楽死を見直す裁判に敗訴。端的にも説明しますと、こちらの娘さん、27歳の娘さんが安楽死を選択してしまったと。ところがその前日に、そのお父さんが、それに異論を唱えたことで、一旦ストップすることになった。しかし、裁判で結局、お父さんが敗訴してしまった。いわゆる娘の安楽死をしたいという希望が認められてしまったと。つまり、このような国を挙げての安楽死を法制化していくという、この流れをガナハさんはもう終わったと、この国は終わっていると指摘されていました。もちろんね、カナダだけではなく、ヨーロッパの諸国ももうその方向に近づいている、向かっていると、いうふうに指摘をされていました。私、先ほど言いましたね、スイスやスペインも安楽死が認められている国の一部であるというふうに申し上げましたけれども、恐ろしいのはね、そういった流れがまたさらに広がっていくこと、日本にもね、いずれそういった議論が、論調がね、なされていくのではないかという恐れも当然指摘されているわけで、それって例の人工ちょめちょめに、
どうやら直結する流れじゃないんですかという指摘もこの番組であったわけです。そして、まあ、続いてね、こちらの報道について、まあ、一部申し上げたいと思いますが、まあ、こちらの向田良子さんはね、やはり難病ということです。つまり難病のパーキンソン病にかかっておられて、まあ、非常に苦しいと厳しいと、まあ、ここにも書いてありますように安楽死が認められていなかったとしたら首を吊って死んだかもしれないと、このようにおっしゃっている、うん、まあ、この方でいないとわからない苦しみがそこにはあるのかもしれませんが、国としてはね、それに対してやはり、まあ、フォローしていく、まあ、補助していく、今後生きる力を与えていく、そういう方向でのね流れが当然あるべきだと思うんですけども、まあ、この方が選択したのは結局日本では認められていないためにスイスへ飛んだという流れでした。まあ、この件を、ね、取材されている、まあ、こちらの TBS の方でしょうか、もうこの向田さんとつい先ほどまで普通に話していたのに、数分後には亡くなっていたということを語っておりました。あと私も言葉がなかったですね、正直言って。今世界はこのような、まあ、ことがねどんどん広まりつつあるのかという衝撃をやはりそこでは受けましたし、現在の安楽死に関する世界事情が、まあ、全く知らなかったということで、まあ、本当に驚きでしかなかった、さらに悲しみでもあるということを今回のこの、まあ、報道番組やガナーさんの発言で、まあ、感じることとなりました。皆さんはこの件についてどうお考えでしょうか。まあ結局この最後にね、この向田さんが亡くなる瞬間も、これは全部自分で、例えばそのつながっているチューブを外すとか、薬を流すとか、ね、自身で実行しなければならないという、まあ、その部分も報道されていましたけども、なんと悲しいことが今世界中で起こっているのかということを実感したということで、うん、皆さんはね、この件についてどう考えるのか、まあ、ぜひ聞いてみたいと思いますので、まあ、何かね、ご意見ある方はコメントください。まあ、ということでね、今回は以上とさせていただきます。ではまた。